アレックス・テイ・シェイラ・サントスは、ブラジル・リオデジャネイロ州出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。テイ・シェイラを、ティ・シェイラと表記されることもある。1999年にバスコダガマのユースでキャリアを、スタートした。2008年にトップチームに昇格し、同年1月に行われた、ドバイチャレンジカップのハンブルガー SV 戦で、プロデビューを飾った。この大会で、 マンチェスターユナイテッドやエバートンから注目を浴びた。この年カンピオナーとブラジレーロセリエ B でも活躍した。2009年12月21日、ウクライナのシャフタールドネツクと5年契約を結んだ。移籍金額は600万ユーロ。リバプールやチェルシーなどが獲得に関心を寄せていたが、2016年2月5日、移籍金5000万ユーロで、 中国サッカースーパーリーグのコースソネーに加入すると、クラブ公式サイトで発表した。2020年シーズン、チームの優勝に貢献するも、契約満了により退団。2021年8月10日、ベシクタシュ税経営の加入が発表された。契約は2023年6月30日までで、年俸は300万ユーロの見込み。代表2007年には、 ブラジル U-17 代表として南米 U-17 選手権に出場し優勝に貢献し FIFAU-17 ワールドカップ出場権を獲得した U-17 ワールドカップではベスト16で敗退するも自身は2ゴールを挙げた2009年には U-20 代表として FIFAU-20 ワールドカップに出場し3ゴールを アげチームを準優勝に導き、自身もシルバーボールを獲得した。ありがとうございます。